アパートの壁が薄にもかかわらず、上に住んでる一人暮らしのやつが頻繁に人を家に上げるので、喋り声と足音を悩まされています。管理会社は何回言っても変わりません。めちゃくちゃ頭に来ています。ゆるくさんはどのような方法で対処しますか？またどのように報告しますか？引っ越した方がいいっすよ。生活騒音って法律上出してもいいんですよ。もちろんうるさい迷惑であると感じる人はいるんですけど、生活上の音は出しても良いという規約になってるんですよ。なのでそれが嫌な人はその自分が好きなところに行くしかないんですよ。もしくは最上階に住むとかで、報復をしてバレるとむしろお金取られたりするので、それを泣き寝入りと呼ぶなら泣き寝入りです。例えば一切音がしない環境に住みたい、で、上で足音がちょっとでも済むのが嫌だって言って、レオパレスみたいなところに住んでたら、いやいやいや、もうちょっといいところに引っ越せよってなるじゃないですか。なので、どれくらいは許容すべきかっていうので、生活音は許容すべきだよね。人が住むんだから人が入ってきて喋るぐらいは許容すべきだよねっていうのが、基本的な日本のルールになってます。なので、それが嫌なのであれば、お金を出して、そうじゃない環境っていうのを手に入れるしかないと思います。